廃所左脇宮大谷と姫い伊布都式祖神社は、和歌山県和歌山市伊田基祖にある神社。旧称は三等宮。式内社、木の国一の宮。旧社格は、官兵中社で、現在は神社本庁の別表神社。和歌山市内にある、木の熊神宮、国掛神宮と、へっつい山の神社、伊布都式祖神社に参詣することを三社参りという。 左は紀伝大屋と姫命の地右は紀伝、とあさつ姫命の地上の三柱はいずれも、スサノオの子であり、木の神として信仰される神である。ご鎮座の時期については明らかでないが、俗に本気の文武天皇大宝2年の記事が、初見になる。古くは、現在の日前宮の地に祀られていたが、水仁天皇16年に日前神、 国かかす人が道書で祀られることになったので、その地を明け渡したと社殿に伝える。その際、現在地の近くの井の森に遷座し、和道六年に現在地に遷座したと伝えられる。日本初期によると、高間ヶ原を追われた須佐農村とその子いたける人は、共に、白木に降り立つがその地を木に入ることはなく、船で出雲国に移動した。そして、須佐農村は、 高間ヶ原から持ってきていた木の種を五十毛神に、渡して、日本中に、その書を巻くように命じた。いたける人は妹である大八姫命、地、とわさつ姫命とと共に、九州から順番に、日本中に種をまき始めて、国中を青山にし、最後に、木の国に降り立った。このことから五十毛神は、友好神とも呼ばれ、木の国に祀られることとなった。演技式神明帳では、 名神大社に弟子、木の国一の宮とされる。中世には、新義神言宗の根頃寺と深い関係を築いていた。そのため、神宮寺として、境内南側に、新義神言宗の皇徳院があるほか、奥宮である、乳神社の隣には、根頃寺の里市湾が、伊布都市、祖神社の奥の院として、伝法院を建立したが、現在は、廃寺となっている。 1885年には国兵中車に、1918年に官兵中車に列格した。この際に内閣が作成した文書、国兵中車伊田基礎神社を官兵中車に列格。セラルには国兵中車伊藤式総神社は、大谷彦命を祀る命は、妹、大谷津姫命、宗津姫命と共に騎士を木の国に分布したまい、実に、 本国経営の祖神にましませり。はじめこれの三神は一緒に、奉仕せられしが、大田から二年三所二分移せられ、大屋彦行の地境の社地に沈めりぬ。これすなわち、本社の起源なり。本社の優衣を案するに大道元年の長五十四、縁の神風に加えて十二個を当てられ、下唱三年、十五石下二女子、北田氏守るお使いとして、これを報告せしめられ、 上元元年、十四位下に、元行七年、十四位上に進み、縁起の生命新大社に列して、記念月辞書をかつて2位めの官兵に預かれり、常述の辞歴を通行するに、本社は官兵中車に列セラルルを死闘なりと任務。なおて、官兵中車に、列格一ため青ぐで旅、右金手ソース、とある。百四十八年に、神社本庁の別表神社に、 加れされている。えびす社ゃ、帰省し祭りの際に奉納された、チェンソーアート。うずえ祭りは古くは、宮中でも行われていた祭祀で、うずえという杖で土中の邪気を払ったという。当神社のうずえ祭りは、このうずえの儀に正正月のあずきがゆによる、役よけ信仰と、作物の豊境を見るかゆう占いの三つが、融合している。占いの神事は1月14日夕刻に行われ、 取り出された竹筒は、一晩神前に奉天される。15日早朝に筒を開き入っている粥の量で、放凶を占う。15日は午前10時より祭典が行われ、神学部がそうされる。同日は、薬よけ祈願の参拝者、また粥占いの結果が記された、奥田の写しを求める参詣者で賑わう。この日振る舞われる小豆粥をいただくと1年間無病、息歳であると言われている。 4月第1日曜日に行われる祭典で、日頃の木々の恩恵に感謝する祭典。古くは家屋や船などすべて木で作られており、日常生活に木製品は切っても切ることができないものであった。この日は全国の木材関係者をはじめ、多くの数計者で、境内は賑わうという、かやりん祭は半年に一度行われる大払いの祭事。 6月開日に行われる大払いは、みなずき払いとも呼ばれ、千賀屋で編んだ輪をくぐることで、罪、絵が払われると言われる。当神社のかやりん祭は7月30日夕刻に、くぐり始め神事が行われるよいみやに始まり、翌31日午前中に、本殿祭が行われる。また30.31日は夕刻より、各種奉納行事がありにぎわう。10月15日に行われる、 稲の収穫を祝う祭典。本殿の神事の後、3期の御しが4キロメートル北方の奥の宮まで往復する。また、子供御しや地方行列も行われる。年中行事時点 P48,958 年5月23日、初版発行日、各位小教編東京堂出版。年中行事時点 P49,958 年5月23日、 初版発行にし、各位状況編と共同出版。ありがとうございます。